カイル・ケストン、マゴウィンは、アメリカ合衆国ニューヨーク州、サフォーク軍サウサンプトン出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のワシントン・ナショナルズ所属。2013年の MLB ドラフト5巡目で、ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムから指名され、プロ入り。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級、オレム・オールズで、プロデビュー。9試合に登板して1勝1敗。 防御率6.28,12奪三振を記録した。2014年は、ルーキー級アリゾナリーグエンゼルス、A 級インランドエンパイア66サーズ、A 級アーカンソートラベラーズでプレイし、3球団合計で12試合に先発登板して1勝6敗、防御率3.03、53奪三振を記録した。二千十五年は、A 級アーカンソーでプレイし、十七試合に、 先発登板して9勝9敗、防御率4.38、125奪三振を記録した。2016年は a 級アーカンソーとトリプル a 級、ソルトレイクビーズでプレーし、2球団合計で27試合に先発登板して9勝14敗、防御率5.83、130奪三振を記録した。2016年12月10日に、 ダニー・エスピノーサとのトレードで、オースティン・アダムスと共にワシントン・ナショナルズへ移籍した。2017年は、参加の A 級ポトマック・ナショナルズ、A 級ハリスバーグ・セネターズ、AA 級シラキュース・チーフスでプレーし、3球団合計で19試合に先発登板して3勝12敗、防御率5.95,75奪三振を記録した。オフには、 アリゾナフォールリーグに参加し、メサソーラーソックスに所属した。2018年、マイナーでは A 級ポトマック、A 級ハリスバーグ、トリプル A 級シラキュースでプレーし、3球団合計で23試合に先発登板して8勝6敗、防御率2.80、152奪三振を記録した。9月4日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、 翌5日のセントルイスカージナルス戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは5試合に登板して防御率5.87、8奪三振を記録した。2019年は7試合に登板して1セーブ、防御率10.13、18奪三振を記録した。ポストシーズンのロースターには入っていなかったものの、ナショナルズはワールドシリーズ優勝を果たしたため、初のチャンピオンタイトルを獲得した。 2020年9月5日のアトランタブレーブス戦でリリーフ当番で自身初勝利を挙げた。このシーズンは旧当番で11回を投げ16奪三振、防御率4.91を記録した。ありがとうございます。